飯の種になるつもりやね。飯の種ってどういうことですか？それをアップロードして、はい、で人を集めて、でそれで視聴者数を稼いで、で広告収益を得る。ウカです。こんにちは。はい。盗撮しましたね。え、してない。いや、見てました。差し込んだの見てましたよ。してないです。見てました。してないです。止まってください。してないです。止まんないと、はい、捕まえないといけなくなっちゃうんで、止まってください。してないです。突っ込んだの突っ込んでしょ？突っ込んだけど取ってないです。うん、はい。じゃあ一回、被害女性の方行きましょう。ね。取ってないです。いや。突っ込んだでしょ？突っ込んでないです。いや、突っ込んだって言ったじゃん、さっき。突っ込んだの見たよ。じゃあ俺が間違ってんの？そんなわけないでしょ？正直言ってください。はい？突っ込んでないです。正直言ってください。突っ込んでました。突っ込んでないです。突っ込んでましたよ。突っ込んでないです。嘘ついていいんですか？いいんですか？警察にじゃあ嘘ついたって言いますよ。いいんですか？突っ込んでないです。正直言いましょう。ね。そうでしょ？ないです。正直言った方が絶対いいです。絶対正直言った方がいいですよ。ないです。何の話ですかってなるんですよ、普通は。話しかけたら。あんたの場合、いきなり盗撮を、もう察してたじゃないですか。おかしいんですよ、これって。いや、おかしいんですよ。一旦止まってください。止まれないです。警察呼ぶんで、ちょっとお待ちください。警察呼ぶんで、ちょっと待ってください。止まれないです。待ってください。じゃあ、110番します。止まれないです。なんで止まれないんですか？どこ行くんですか、今から。所要どこですか？そこまでついてきますから、そしたら。警察呼びますから、ちょっとお待ちください。お父さん！警察呼ぶんでちょっとお待ちくださいよ。これ以上逃げるともう捕まえないといけなくなっちゃうんで。見てるんでこっちバッチリ。わかってます意味。撮ってたでしょ？撮ってないです。いや、撮ってんだろって。撮ってないです。まあいいや、100飛ばします。ちょっとお待ちください、本当に。撮ってないです。やったでしょ？お前には話す必要がないと、さっき言ったように。やばこいつ。お前には話す必要がない。え？人には取るなと言ってるなら、取るな。え？取るな。なんて？もう一回言って。取るな。人にはなんて？人には取ったことをとがめといて、それを勝手にお前取るのはおかしいだろ。取るな。取るな。え？だから取るな。え？取るな。なんでですか？なんでですか？そこまで食べる試合はない。やったこと認めてくださいよ、まず。素直じゃないから、俺もこんな必死こいて、一生懸命やるわけでしょ？それと取るのはまた別問題。取るの。別問題ですか？はい。じゃあ、訴えてください。そうですね。はい、訴えてください。はい。だから取るの。はい？取るな。まずこれ、おまわりさんに提出しないといけない。さっき、おまわりさん、あなたが言った、お前には話す必要ない。はい、警察来てから話す。お前には一切喋れないって言ったことを、はい、一言一句メモってました。そうです。はい。だから、これ、証言として大事なんですよ。でいいんじゃん。これ、おまわりさんに提出するために撮ってます。はい、よろしいですか？はい。それで。うん。撮る必要、だから、撮る必要あるでしょって、これも証言なんだから。今も何も。警察官到着するまでは、あなたが何を言ったのかとかを、ちゃんと記録する必要があるでしょって。音声で撮ればいい。画像まで届かない。画像だって必要でしょ？あなたって一致しないと、こう違う人かもしんないじゃないですか。で、それをお前アップロードとか来るのか？どこにアップロードするんですか？ネット。僕が、何のネットですか？ YouTube だと。僕がそんな影響力ある人に見えますか？一般人ですよ。一般人から成り上がるためにそういう手を使うかもしれない。だからやめろと言っていい。成り上がるつもりはない。なんで？飯の種になるつもりはない。飯の種ってどういうことですか？それをアップロードして、はい。で、人を集めて、で、それで視聴者数を担いで、で、広告収益を得る。どういうことですか？え、なんですか今の。今の実習。アホだな。バカにしてるんですか？いや、盗撮するやつの方がバカだと思いますけど。スカートの中、女子のスカートの中盗撮するやつの方がバカだと思いますよ。そうです。うん。突っ込んでるの完全に見てますよ、俺。じゃあ、撮らないでください。いや、だから、さっき言ったじゃないですか。バカですか、あなたも。警察に提出するために撮ってますって言ってるじゃないですか。それ以外の用途で使うんですか？いや、それはわかりません。話は違う。
いや、だから、飯の種に使うつもりだよ。飯の種ってどういうことですか、そもそも。それはアップロードして、広告収益を得るためだろ。はい？それはアップロードして、広告収益を得るためだろ。それは、それって、確証されてるんですか？あなた、憶測で語ってません？憶測かどうかわからないけど、それで決まったら、もしやったら、はい。憶測じゃなくなる。うん、そんな、憶測語らないでもらえます？取れない。ええ。だから警察に提出するって言ってんだよ。さっきから。逃げてんだから。それ以外に使うだろ。じゃああなたは、撮ったパンツを、の映像をどうするんですか？何か使っているんですか？何の用途があって使ってるんですか？個人で見て、そして消す。個人で見て消す？それ何の意味があるんですか？意味がわかんないですけど。パンツ撮って何が楽しいんですか？さあ、何を言ってんすか？やばいでしょ。やりましたか？警察来ましたよ。認めてください。やりましたか？やりませんか？どっちですか？そう、違う、あれ、村田さん。よかしました。よかまからこれ、法廷。すいません。違う。あ、警察、黒の方なんで、さっき隠滅しようとしたんで、そこだけよろしくお願いします。ここに二つある。してんじゃん。お前さん、ここにあります。ここにあります。こっちですか？お前やってんじゃねえか、お前よ。おい、認めてんじゃねえか。すいません。状況は、はい、新横浜駅の、はい、地下鉄から JR に行くとこのエスカレーターですけど、あの、長いやつ。長いやつ。はい、二つで分かれてるの知ってます？踊り場あって、その上も。1個目の一番上らへん。ちょっと遠目で、ちょっと遠目で見たんですよ。その被害者の人ってそれを気づいてとかも一切気づいてない。一切気づいてない。はい。で、もうすぐパーって逃げたんで。ああ、なるほど。で、もう一生懸命俺も追いかけたんですけど、途中でダッシュしたりしたんで。はい、いや、助かりました。めっちゃ早かったです、ね。いや、もう110番の1分前です。1分もかかってない。30分前です。あ、最初に110番の。はい。2回110番したんですけど、はいはいはい、1回目のもうほんと30分前です。すぐ110番しました。お久しぶりです。あんまりやると、あれになっちゃう今、すごい。大丈夫？大丈夫です。動画、ちょっと動画撮影でも結構うるさくなってるから、気をつけた方がいい。あれ何なんすかね？え？何なんですかってか、まあ結構。JR がっすよね。え？JR がうるさいみたいですよ。いや、肖像権とかで結構今うるさくなってるから、気をつけた方がいいよ。ありがとうございます。あ、同じやりじゃない？ガッツチャンネルの、あれ、捕まっちゃ、え、どれ違うの？ガッツチャンネル。あ、違います。あれ違うんですか？はい。僕は、まあ知ってはいますけど。うん。動画撮影自体はぶっちゃけ、証拠取んないといけないから、こっちも。身体系のあれ結構今、ちょっと、気をつけた方がいいよ。ありがとうございます。と、確実に突っ込んでましたね。で、女の子はわかんない？どこ高校ぐらいかわかります。ああ、名前とか全然わかんない。高校の名前ですか？え、高校です。その、被害者わかんない。声かけすらしてないです、今日は。ちょっと、厳しかったです。被害者わかんない。すいません。高校生はどこの子？はい。制してないよ。あ、もう、全然。もう、今日は、いや、全然やりたいんですけど、普段は。もう、見てるだけ、今日は。遅かった。動画撮影してない、今日は。ああ、了解。遅かった。だいぶ遅かったです。はい。すいません。ただ、やってんのを目撃して。目でちゃんと見て、がっつり突っ込んだの。あ、ほんとに。長所、後日撮らせてよ、それ。あ、いいっす。動画ないから。行きます、行きます。あ、動画あったら長所。いやいやいや、必要だけどさ。こっち、そっちです。広告室もね、一応行きましょう。あれでしょ？後日の方がいいっすわ。あ、そうっす。うん。まぁ、ちょっと渋谷行かないといけない。ちょっとすみません。データ取れなかったのは本当すみません。本当は取りたかったです。今回データなしで、調査だけ聞いて、あと被害者に聞いてもらって、時間と場所だけ、あ、全然行きますよ、今から。ああ、本当に。はい、すみません。時間と場所だけ、今回は写真撮影するか、了解しました。盗撮の被疑者さん、やっぱ動画って必要なんですよ。おまわりさんも動画求めてるんですよ。わかります？そうそうそう。ごめんなさい、今日撮れなかったです。今日一人だったんですね。今日ちょっと一人で。そうなんですか？なんかどこや？みんな渋谷で、今日取材受けてるんですよ。新潮かなんか、週刊新潮。じゃあ、これからそっちで合流する予定で？そうですね。たまたま乗り換えなんで、僕も。あ、そうですね。女の子が立ってて、はい、どっち側から刺してるか、そういうの覚えてます？
左手だったと思います。左手、左手で持って、はい、がっつり差し込んでました。なんか最初、通報値黒と白みたいなませんでした、交番の時。で、2つ持ってる。2つ、2台持ちで、黒の方でやってます。はい、あ、黒の方で、はい。黒の方じゃ左手で持って、差し込み完全なる。確実にですね。もうがっつり差し込んでます。場所って、最初そこに見つけて、はい。なんかアリーナ方向行ったんですよ、最初。あ、そうですね。最初、そっちの通りを通ってたんですよ。はい、で、こっちからこっちグッて曲がって、なんか、通用しながら、その、場所説明するじゃないですか。はい、それをカモフラージュするために、あいつが蛇行して逃げようとしたんですよ。ああ、なるほど。はい。で、それ途中から走り出したんで、走った声かけて。はい、やばいと思って。もう電話どころじゃねえと思って。特に相手から怪我させられたことないです。大丈夫です。はい。とさ、陳儀下さん、一個いいですか？いや、さっき俺に暴言入ってきたんで、あなた、何ですか？僕らが有名になるための餌になりたくないとか言ってましたよね。あなた散々女子のパンツ餌にしてきたんでしょ？今度あなたが餌になる番じゃないですか？ね？あなた、何件余罪ありますか？僕が止めなかったら今後何件やってましたか？ね？そういうことですよ。いや、わかんないです。おっちゃん、絡んできたおっちゃんじゃないですか？ここ見せたのね。はい。あ、いいです、いいです。写真、いくつか撮るかな。これですか？僕です。